翼、桜庭、映画の番宣の練習でもしないか？殊勝な心がけだな。今回見どころもいっぱいですしね。例えるなら君の好きな特盛弁当ってところか。なるほど、どこを取っても全部美味しい。翼、どうかしたか？すみません、お腹が空いて力が。ああ、桜庭が特盛とか言い出すから。いえ、俺は平気です。仕方ない、晩飯を食べながら話すか。本当ですか？桜庭が俺たちを誘った？君はその無駄口をどうにかしろ。所詮は地義のごときよといえど、天と様に胸張れるような、福が欲しい、信念が欲しい、制定しましょう、そうしましょう。